キリュウの兄貴。待たせたな。あれから広島の状況は変わらねえか。何か新しく分かったことは。今も広瀬のおやっさんとは連絡が取れません。ハルトをどこかに連れてったきりです。あのおやっさんが土下した言うんじゃ。なんであん人が坊ちゃんを黙って連れ去ったりするんじゃ。ローが言うには、ハルトには何か隠された価値があるって話だった。え？そしてハルトの父親は達川じゃないらしい。なんじゃと？そんな。ローと話したことはおいおいお前らにも話す。今何より広瀬の親分を探さなきゃならねえ。ほいじゃが兄貴、さっきまた広島から連絡があったんじゃ。松永と高頭の話だと、本家の連中も広瀬のおやっさんのこと探しとるらしいんですわ。組の事務所に小清水が怒鳴り込んできたっちゅう話で。小清水、あの陽明連合会の若頭が広瀬の親分を。よう分からんが、ローって男の話を真に受ければ坊ちゃんがなんや大きな事件に巻き込まれてるのは間違いなさそうじゃ。本家の狙いも親さんが連れてる坊ちゃんの方なんじゃ。とにかく広島に戻ろう。広瀬一家の連中、松永と田頭は無事なのか。大丈夫です。今は本家に見つからないようモレノで鳴り潜めてるって言ってました。モレノか。危なっかしいの。広瀬のおやっさん探しとんなら、いずれあいつらも本家の連中に身柄を抑えられそうなもんじゃが。たとえあの二人が広瀬の親分の行く先が分からなくても、広瀬一家の人間なら疑われるのは当然だ。どちらにしても急いで広島に戻ってモレノに行こう。カムロ町を出るぞ。お前らもすぐ支度してくれ。兄貴。ああ、大丈夫。兄貴、まずはモレノに向かって近さい。松永と高頭がわしらを待っとりますけ。でも頭、本家の連中もおやっさんを探し回ってるって話です。あいつらが俺らを見つけたら面倒なことになるかもしれませんよ。今はあいつらに構ってる暇はね。そうじゃ、連中がわしらに何ぞ言うてきよったら無理にでも押し通ったら、相手が本家じゃろうが邪魔してくんならやるしかないで。そこの踊りら止まれや。兄貴、あんなら本家の連中じゃ。やっぱり桐生じゃ。それに広瀬んとこの子分じゃの。広瀬のじじいはどこじゃ。隠すとためにならんで。話だけで済まそうって態度じゃねえな。お前らに付き合ってる暇はねえんだ。出直してもらおうか。踊れ、なめとるんかこら。Ha!
さすが兄貴ですね。相手にしとったらキリがあれやせんね。しばらく寝てろ。あ、キリの兄貴、頭、ユータ、みんな無事じゃったんか。おう、当たり前じゃろが。ほうじゃけど、あの達川が殺された言うたり、ヘイハイツがどうたら、どえらい話ばかりじゃけ。わしも高城を無事心配しとったんじゃ。もう、なんじゃ、キヨちゃんまでおったんか。キリュウさんたちがここに来るって、高城くんから知らせもらったの。ごめんなさい、キリュウさん。私がハルトくんを預かっていたのに、こんなことになって。何を言うんじゃ、キヨちゃん。あんたの責任だなんて誰も思うてらせんわい。ほいじゃけど、何があったんじゃ。キヨちゃんはうちのおやっさんが坊っちゃんを連れていくとこ見たんか。何にしても座ってつかさい。話せば長くなりますけ。夕方ごろ、スナックを開ける準備してた時でした。
広瀬の親分さんがフラッとうちに来て春人君の顔を見に来たんだって。親分さんが店に来ることは前からよくあったし、春人君もなんだかあの人には懐いていたみたいで嬉しそうに笑ってた。それで飲み始めてすぐ親分さんがタバコないかって言ったんです。でもちょうど切らしちゃってて、それで私ハルト君を親分さんにお願いしてお使いに。でキヨちゃんが店に戻った時にはおらんかったっちゅうんか。うん。それだけなのか。最初はハルト君を連れて散歩にでも出たのかと思ったの。でもカウンターに飲み台が置いてあって、親分さんの携帯に電話したら店に置きっぱなしだった。何が起きたのかその時はまだ飲み込めなかったけど、いつまで経っても親分さん戻ってこなくて、それで松永さんに連絡して優太君に電話したのはそのしばらく後。親さんなんかいつもと違う様子なかったかの。うん、普段通り冗談も言っていたし、いつも通りの親分さんだった。飲み台置いてったとこ見ると誰かに無理やり連れてかれたってわけでもなさそうっすね。カムロ町で俺はハルトのことで中国マフィアのボスローって男と話した。え？そのローがこう言ってたんだ、達川はハルトの父親じゃないと。そしてハルトにはカムロ町で構想中の組織にとって何か重要な価値があるってな。じゃけ小清水の頭がおやっさん探しとるんも多分坊ちゃんを狙うてのことじゃ。ほいじゃもしかしておやっさんハルトを誰にも奪われんように身隠したんじゃないかの。じゃったら清美さんに一言言うと言ってもええじゃろうが。キヨちゃんを巻き込みたくなかったのかもしれんで。いや全部広瀬の親分に聞いてみないことには何もわからねえ。今確かなのはそれだけだ。くそ、おやさんどこにハルトを連れ出したんじゃ。キリュウさん本当にごめんなさい。私がしっかりハルト君のことを見ていなかったせいでこんなことに。いやあんたは何も悪くない。でもそれよりあんたには一つ言っとくことがあった。え？カムロ町で染谷とやり合ってな、多分あいつとはいつか何らかのケリをつけなきゃならない。あの人と桐生さんがどうして。染谷は東条会の六代目を罠にはめて無所に送った。はめられた六代目は俺が極道の世界に引き込んだ男なんだ。すまない。あの人と私はもう他人だから。だがあんたらの間には子供がいるんじゃなかったか。私はその子を置いて染谷から逃げたんです。私は昔から逃げてばかりなの。この町からも高校を出てすぐ逃げ出した。この何もない町がずっと嫌だったから、それで東京に行ったの。向こうでは初めから水商売だった。銀座のホステスをしてちょうどバブルの頃、それまで見たことないようなお金を稼いで東京の人間になりきっているだけで楽しかった。そのままあっという間に30歳、いろんな客を相手にして世間の裏まで知った気になってた。
そして悪い客に捕まった。肩書きは不動産の社長だって言ってたけど、知らないうちに私は借金を背負わされてて、しかもその人の後ろにはヤクザがついていた。そのヤクザが染谷だったのか。ううん、違うの。そのヤクザたちから私を守ってくれたのが染谷。うん、染谷も客の一人だった。でも私が借金地獄に落とされそうになっているのを見て、その時染谷は何も言わずに体を張ってヤクザたちと話をつけてくれたの。その格好、もうあんたがあの男に生き血を吸われることはねえよ。え、俺がなしつけといた。あいつはもう二度とあんたの前には現れない。東京から出てったよ。あんたにはもう借金もない。自由の身だ。しっかりしなよ。あんた俺よりずっと年いってんだから。私のためにどうして。キヨちゃん、あのソメヤとそがなことが。ナゴモくん、私のこと幻滅したでしょ。この町を捨てて東京でいい気になって騙された。バカな女だなって。ソメヤとはその後結婚してすぐに娘もできて、でもやっぱりあの人の女でいることは怖かった。子供のためにもヤクザから足を洗ってほしいって何度も頼んだけど、染谷は聞いてくれなかった。あの人がどこで何をしているか聞けば男の仕事に口を出すなと怒られる。そして私が誰かの血のついた服を洗わされた夜、染谷はその手で優しく娘の頭を撫でていた。私にはもうあの生活は限界だった。だから染谷に黙って娘と一緒に逃げようとした。それを染谷は許さなかったんだな。あの人には私が何を考えているのかなんて全部分かってたの。逃げた先ですぐ染谷の子分に捕まって、娘を取り上げた染谷は初めて私に手を挙げた。何度も何度も。あんけど、それで私は娘が3つの時に置き去りにして染谷の元を逃げた。あの人は
私が娘を連れ出すチャンスを二度とくれようとしなかったから。あの子が今幸せでいるのか、そうじゃないのか、もう何もわからない。あの時逃げたことは今でも後悔してる。でもやっぱりあの時私はああするしかなかったの。暴力を振るう夫のもとにまだ小さな娘を残して逃げるしか。だからあの子の母親だなんていう資格は私にはもうないの。何を言いよるんなら、このバカタレが。え？あんたは何ちゅうバカなんじゃ。ああ親でおることに資格なんぞいるんか。自分が腹痛めて産んだ子じゃ、今でも会いたいんじゃろ。そがな他人面するんはやめ。南雲くん、あんたが昔子供を置いて逃げたんは他にやりようがなかったんじゃろ。ほんでももしあんたが望むんちゃったら、わしが度外してでも染谷から娘を取り戻したろ。子供にとって親はどこまで行っても親なんじゃ。勝手に親辞める資格こそあんたにはなあと違うんか。すまんのキヨちゃん。じゃがあんたに小顔なことを言えんのは幼馴染のわしだけじゃけ。あんたにはしっかりしてもらいたいんじゃ。ありがとう南雲くん。え？もしかしたら私はずっと誰かにそう言ってほしくてこの町に戻ってきたのかもしれない。行かなくていいのか南雲。こっちのことはいい、お前はママについててやれ。いえ、そうはいかんですよ。今はうちのおやっさんを探すのが先じゃ。何よりも坊ちゃんの無事を確かめんといけん。わしは広瀬一家の留守を預かる頭ですけ。あの頭、それわし考えとったんだけどな。なんじゃ。ここでじっとしとっても何もすまん。いっそおやすさんが行きそうなとこどこでもええけ、しがみつぶしに当たってみたらどうですかの。どっか心当たりがあんのか松永。まあいくつかは。お前らもなんか心当たりの場所あるじゃろ。へえ、なあこともなあですわ。そうじゃ、スナック清美におやっさんの携帯が残ってるはずじゃ。もしかしたら携帯の発信履歴に何か手がかりがあるかもしれん。キヨちゃんが店に戻ったら聞いてみましょうや。キリの兄貴、ここ出るんすか。なら俺らも表にはまだ本家の連中がいるでしょうし。いや、俺一人でいい。お前らは他にも親分のいそうな場所を考えててくれ。一人で行くってそが無茶な。俺と違ってお前らはこの町で生きる陽明連合会の人間だ。これ以上上に弓引かねえ方がいい。
キリュウさん。ママ、親分の携帯あるか？ええ、そこのカウンターに置いたままだけど。ちょっと見せてもらうぞ。何か分かった？いや、何も分からない。親分が携帯を持ったのは最近か？いえ、ずいぶん前から持ってると思うけど。そういえば、いつもデータを初期化してるって言ってた。遊んでるのがバレると面倒くさいからって。そうか。墓地の方なんてどうじゃろう。あそこは外から死角になっとるし、人通りも少ない。確かに、あそこは滅多に人が来ないからな。調べてみてもええかもしれん。キリュウの兄貴、おやっさんの行きそうなところって考えたんですけど、俺はとりあえず組の事務所かなって。広瀬一家の事務所ってことか？ほいじゃけど、事務所じゃったら今留守が誰もおらんですけ。鍵閉めとります。おやさん鍵持っとらんけ、事務所には入れんじゃろ。そっか、おやさん鍵持ってねえんだっけ。そいや、事務所留守にするなんて今までなかったもんな。それに陽明連合会もずっとおやさんを探しとるんじゃ。事務所なんかにおったらもうとっくに捕まっとるぞ。お前、他に心当たりの場所はないんか？すいません、キリュウの兄貴、もう少し考えてみます。あ、そうじゃ、喫茶アポロ行ってみたらどうじゃ。喫茶アポロは、おやさんがいつも出前取る店じゃ。確かに、喫茶アポロのマスターなら何か知っとるかもしれんの。喫茶アポロは商店街にある。行ってみる価値ありそうじゃ。驚きるよ、小川んとこにおったんか。ふん、一人でいい度胸じゃの。陽明連合会か。広瀬のジジイはどこじゃ。お前らはなんで広瀬の親分を探してる。それとも
本命は親分の連れてる赤ん坊の方か。ふん、グダグダ話すより踊れの体に聞いた方が早そうじゃの。ここで蹴りつけたるぞ、キリュウ。堂島の竜がなんぼのもんか、見せてみや。なんじゃこれは。子が花子とか。踊るキリュウ、もう立ててすまんど。今さら何言ってやがる。先に手出してきたのはそっちだぜ。おう、じゃったら殺せや、やってみ。こっちは死ぬ覚悟ぐらい特訓できとるんじゃ。ほら殺せ、はよやらんかい。くだらねえ芝居はよせ。大声出してるとこ見ると他にもまだ近くに仲間がいるようだな。が、お前らなんで広瀬の親分を探してる。知らん。わしらは小清水の頭に言われて動いとるだけじゃ。広瀬と赤ん坊を見つけてから抑えろって、それしか知らんのじゃ。ほんまじゃ。俺には陽明連合会なんてどうでもいい。ちょうど潮時だな。おい、マスゾエを知っているな。あいつは今どうしてる。マスゾエのおじき、東京でなんぞ仕事に行っとるはずじゃ。東京の仕事ってのは。道場会の染谷と杯交渉とか言うとった。なるほど。だが多分あいつはお前らに嘘をついてる。何の話じゃ。舛添のおじきが何じゃ言うんじゃ。いずれお前らにも分かる。踊れ、キリュウ。いつかぶち殺しちゃるぞ。これ以上痛い目に遭いたくなきゃ、おとなしく黙ってろ。スナック砂時計、ここか。すまない、あんたこの店の人か。あら、初めてのお客さんね。うちはめったに店開けとらんのに、ようこがなとこを見つけたね。それともどなたかのご紹介。このマッチを持ってた人を探してるんだ。へえ。広瀬一家の親分なんだが、最近この店に来なかったか。思ったより早くいらしたんですね、キリュウさん。俺のことを誰から。広瀬の親分さんよ。今日店を開ける前うちに来てくれんさったんよ。なんだと。あなた宛てに伝言を預かっとりますよ。これから龍南神社に来てほしいと。場所わかる？ああ、この間スナック清美のママに案内された。清美さんね、やっぱり
男は美人のママがいる店がええか。親分はここに来た時赤ん坊を連れてたか。ええー、かわいい子じゃった。そうか、わかった。助かったよ。いいえ、どういたしまして。人んちの庭で好き放題やってくれますの、桐生さん。小清水、広島の喧嘩味合わせちゃろうと思うとった。音に聞こえた堂島の竜が相手じゃ。つまらん喧嘩にはなりゃせんじゃろ。わしら広瀬のじいさんに話があっての、とある赤ん坊を探しとるんじゃ。あんたじいさんの居所知っとるの？ああ。ほう、俺もあんたに聞きたいことがある。ハルトを狙う理由だ。あの子に一体何の価値があるのか。本家若頭のあんたなら知ってるよな。とどのつまり、お互い聞きたいことは力ずくで聞くしかないっちゅうわけじゃ。そうみてえだな。あんたと大手からずっとこん時を待っちょった。すぐ後悔することになる。望むところじゃ。Yeah! Huh! Sit!
したんなら切れ。キリュウ、まだ終わっとらんじゃろうが。終わってねえと思ってるのはお前だけだ。ちょっと兄貴、余計なこと言うけ。腰水にわしの顔見られたじゃないの。もう今さら遅い。よくこの場所が分かったな。ええ、わしらもさっきおやっさんの行きつけを思い出してスナック砂時計に行ったんですわ。そうか。それより腰水を起こせ。そいつに聞きたいことがある。そんな必要はねえよ。おやっさん。ハルト、小清水はそのまま寝かせといてやんな。どうせ大したことしちゃいねえから。キリオさん、あんたが知りたいことは全部この俺が知ってる。さてと、どっから話したもんか。まああれだ、まずは一言謝っとかなきゃいけねえな。キリュウさん、あんたんとこの坊主黙って連れ出して悪かったよ。腰水たちが坊主のことを探し始めてたんでね、俺もちょっと余裕がなかったんだ。ほいならほいで連絡くれりゃよかったんじゃ。わしら最初はおやさんがハルトをさらったと思っとったんで。お前らをどこまで巻き込むか、なかなか腹が決まんなくてな。どういう意味かいの。俺にはさ、ずっと前からお前らに隠してきたことがある。キルさん、あんたにもだ。沢村遥かって女の子とそこの坊主はね、この町を出てから神室町で事故に遭うまでの間、ずっとこの俺が面倒見てたんだ。な、おやさん、なんじゃそりゃ。わしらは今まで沢のこと一言も聞いとらせんで。どがになっとんじゃ。誰にも知られないようにかくまってやる必要があったんだ。その坊主は生まれる前からいろんな連中に狙われる運命でね。あの達川が坊主の父親じゃなかったってことは、桐生さんが神室町で確かめた通りだよ。坊主の本当の父親は別にいる。そいつから坊主が受け継いだ血筋に価値を感じる連中が山ほどいるってわけだ。広瀬の親分、それじゃああなたはハルトの本当の父親を知ってるんですね。そいつはあんたもよく知ってる男だよ、キリュウさん。この場にいる全員がよく知ってんだ。何？坊主の本当の父親はね、まさかお前が。宇佐美優太、俺らの目の前にずっといたそいつが沢村ハルトの父親だ。